直立、直立の感想は、なんか、もう無惨うざい無惨うざい、普通にマジでムカつく。本当に無惨がうざすぎて、だってさ、めっちゃネタバレするけどさ、そうやって倒したと思ったらさあ、またさ、まさかね、なんかもうさ、やっぱ最後まで無惨は好きになれませんでした。うざいですね、あんなに。カナオは、なんかカナオもいいやつだからカナオもいいやつで、そうやって炭治郎を戻してあげたりとかしたから、なんかそう、自分のね、命がけで炭治郎を助けてくれたからいいんですけど、でもやっぱりなの、炭治郎大好きだから嫌だ嫌です。てかイグロだっけ、イグロだっけ、失恋じゃないよ、まだ、まだ続編みたいな現代版も読んでないし、読んでない。そう、イグロが、イグロの過去もめっちゃ辛くて、なんかイグロがなんか、俺はなんかこのまま生きてちゃダメだみたいな、でもそんなことないよそんなことない、悪くない、イグロは悪くないし、なんかあそこ、そう、カンロジさんとイグロのシーンはめちゃくちゃ泣けた。なんか生まれ変わったら嫁にしてくださいみたいなのがすごい、なんかね、あそこめっちゃ泣けたし、なんか、え、待って、ほんと泣きそうで、やだ、こんなさ死ぬ、このアニメで泣くことないやん、待って、やばい、ちょっと待ってね、死ぬそれに恥ずかしいんだけど、きつで、なんか、なんか、なんて言うんだろうな、待って、やばいそう、なんかやば、感情移入しすぎて草ね、ガチ泣きや、やばいね、なんかやばいんですけどね、待って、やばい待って、やばい待って、どうしよう、止まんないわね、ごめん、めっちゃだっておもろい、だっておもろいんだけど、やばい、自分泣いてる自分がおもろい、もはや、なんか、なんかね、一番頑張ってる人がね、この真剣私の真剣に語ってる自分がマジでちょっとなんか本当に嫌なんですけど、ちょっとおもろい、なんかこのアニメ、なんかアニメで泣いてる自分が面白くてちょっと動画してるんですけどね、なんかひな泣いてるみたいななんか病んでるとかじゃなくて、漫画見て泣いてんの、やばくない、なんかね、そう、すごい頑張ってる人がなんで死ななきゃいけないのかなとか、思ったりね、なんかなんて言うんだろう、感動っていうよりなんか切ないの方が大きいかもしんないなのって死ぬんだけど、もうやだやだ、もうだって明日やればよかったショールーム、なんかこんなに泣く予定じゃなかった、なんか普通にもう泣きましたって感じで終わろうと思ったら、なんか普通に涙止まんない今も。
え、マジあざ出るかと思った、漫画読んでる途中。そうだね、ね、鬼滅で泣いてますって言ってもらえたらみんなびっくりしちゃうよね。ちょっと編集で入れとくね。鬼滅泣きってやっとくね。よし、オッケー。ね、なんか辛くて、そこも。ねえ、また炭治郎がさ、そうやってなっちゃってさ、まさかなると思わないじゃん、あの人が一番そうなると思わなかったから、なんか、でもちゃんとね戻ってきてよかったなと思うし、え、でもそのまま炭治郎一回さ、その終わった時にさ、ずっと下向いててさ、鬼になる前もさ、あ、もういいな、炭治郎ももう無理だったのかなと思って、そうだから、でも炭治郎がさ、みんなを救ってあげたのに、炭治郎が死んじゃいけない、絶対炭治郎だけは本当に死んじゃダメ、ね、その続きも読んでみますけど、なんかもう辛すぎて、みんなの過去が辛すぎて、普通にあぶな、なんかもう大丈夫、もう大丈夫です、ごめんなさいあーね、なんかでもなんかそれは自分も辛いのに、なんかそうやって人のためにそうやって戦うとか、すごい普通の人じゃできないし、すごいやっぱ鬼殺隊って選ばれたものですだなって思います。え、ね、富岡さん、ネギウの気持ちもなんか、なんていうの、なんか俺はまた助けられなかったみたいな、もうそのこと、ネギウはもうね、なんかもう鬼滅のみんなに言えることなんですけど、これは本当にみんな鬼殺隊のみんなに言いたいことは、なんか確かにショックがでかすぎて忘れられないかもしれないけど、でもそのショックの分を超える分だけ本当にいいことをしてるし、たくさん人助けをしてるから、なんかそんなに引きずらなくていいのになって思っちゃう。なんか確かにそうやってショックだったことは忘れちゃいけないし、ずっとずっとあれ大事だけど、でもそこまでね自分を責めちゃいけないなと思います。でも義勇がね、でもさ9人いた柱がさ全然みんなさいなくなっちゃうの寂しい。いやもう本当に柱会議の時のみんなもう全然もういるし、みんな大好き、本当にみんな大好き、みんな大好きです、本当に申し訳ない、嫌いとか言って、本当に柱うざいとか言って本当にごめんなさいみんないい人です。でもそのいい人って思えたのは炭治郎のおかげだから、やっぱり炭治郎が大好き、炭治郎が大好きです。品津川さんもね笑顔が、でも禰豆子のさその笑顔で弟を思い出したりとかするとことかさ、なんかあやっぱり弟のこと好きだったんだなとか思うとなんかわいそうっていうか、なんか辛いだろうなと思って、エビ柱イグロでしょ、イグロもかっこよかったよ最後まで、本当にみんないい人でしたね。待って
ね、本当に風柱の人もいい人でした。本当に、なんかやっぱりあれですね、いいことをすればいい、その人も巡り巡って自分に返ってくるっていう。なんで泣いてるかは鬼滅で泣いてます鬼滅泣きね。そう、なんかいいことをした分だけ巡り巡って帰ってくるっていうのは本当だと思うし、なんか本当に私は親方信者だなって最後の最後まで思いましたね。みんな心配してる？え、マジごめん見て、ちゃんとテロップ見てね。鬼滅泣き最終回を私1週間ぐらいずっと読まなかったですよ。本当になんか終わっちゃうのが悲しくて、でもこんな最終回が泣けると思わなかったから、そう、なんかもう鬼滅ってすごい、アミナノさんは鬼滅を読破して、そう、ただいま泣いております。ね、でも、ね、親方さんはもう6歳でしょ、ちっちゃいのにさ、偉いよね本当に。いやでも忍さんは、胡蝶忍だよね、胡蝶忍はすごいあれでしょ、すごいその自分が死んでからのことを考えてて、ちゃんとそれがすごいなって、頭いいなって思います。それはだからもう自分は犠牲になる身で戦ってたと思うと本当に勇気いると思うし、なんかそれほどすごい熱心に戦ってたんだなって思いますね。うん、すごいなって思いました。本当に本当に鬼滅の刃は神漫画です。生きらせたか、どこで生きらそうとしたんですか、忍は。え、それ知りたい。カノンをどうやって生きらせようとしたんですか、最後まで。ねえ、鬼滅作過去最高だよね。もう最高です。ああ。ねえ、玉代さんもね、でも玉代さんも長生きしてるんですね。でもやっぱ玉代さんは何年も何千年もにも何年もその誰だっけ、アムザンをね許さなかったんですね。現代はこのショールームが終わってから見ようかな、かまた明日見ようかなとか考えてます。明後日か、し明後日か。でも今日読んじゃいそう。もうね、みんな大好きなんだ。もうみんなが大好き、鬼滅のみんなが大好きです、私は。ね、明日目が腫れちゃいますね。でももう大丈夫です。危ない。でも牛が死んでたら本当に立ち直れなかったかもしんない本当に
もうそれぐらいやっぱ稲野は鬼滅の中で義勇が大切な人だから、それぐらいね鬼滅の中の世界に入ったらもっともっと辛いんだろうなと思います。ね、そう、わかる。主人公が全部解決したって終わり方じゃないのがまた好き。なんか主人公が全部じゃなくて他のみんながいたからこそのか価値だから、ね、ギュウが話さないの同期のね、でもサビとは生きててほしかったな。サビと、うん、イシロー生き残ったね。でもきっと玉代さんショックがでかいと思いますね。伊之助と善逸も本当になんか成長したなと思って、なんかもう伊之助と善逸はなんかもうやめ線で見ちゃう。なんか頑張ったねみたいな、もう本当成長したねみたいな。やっぱあの3人はずっと一緒にいてほしい。でももうか、無惨がいなくなったってことは鬼出てこないのかと思うと、なんかそれもそれでなんか変な感じ。ずっと鬼と一緒に過ごしてきたから、なんか本当にそこにいる人みたいな言い方するけど ねえ、そう、伊之助がね鬼の誕生を切れなかったところとかね、もう稲野もめっちゃ泣けた。なんかやばいよね、なんか友情ってすごいなって思いました。だってまあだからそうだよね、だから切る勇気ですよね本当に、うん、でも石郎さんと猫は絶対、でも猫がもうあれ無残にパッてなった時もうこいつやばってもう本当にピチンってなったけど、でもよかった、猫も鬼だったから戻ったし本当に本当に熱かった。漫画読んでる時もう激熱の戦いすぎて、ねえ、ちゃちゃまる大活躍ですよ本当。みんなに薬配ってあげたりとかね、善逸の師匠がね腹切ってね鬼になっちゃったから、あれも辛い、あれも辛い。それを知らなかったから、善逸がその最後の方で言うまでね、だからそうだってもういないんだと思ったら辛かったですね。辛い、読み終わっちゃった。あ、でもすごい、もうあの赤ちゃんが気持ち悪すぎて、もうなんかやだ、うざ、あの巨人の無惨、うざ、普通にムカついた。そうでかいやつねえ、カロジさんとさ、ね、カロジとイグロは幸せになってほしかった。なんかそれも辛い。なんかもうイグロがかわいそう。なんかね、上限の1の強さもすごい、もう異次元だったけど、でももうムさんがもうやばすぎて、なんかもうレベルが違う。無惨の置いていくなってやつ、いやでもダメだよそんな、なんかあれはもうダメです。あ、炭治郎は正しかった。寂しかったっていうか、結局無惨は自分のことしか考えてないと思う。きっと寂しかったってのもあると思うけど、でもダメです、あの人はもう。そうだ、脳みそ5個もあるんだよ、もうバカ。
ね、ラスボスがラスボスすぎて、岩柱のさ人がさ、なんかもう俺は手遅れだから、なんか薬を使わなくていいみたいな、若い者に与えろみたいな、無駄遣いするなみたいなのも、なんかもう柱としてかっこよすぎると思ったし、そう姫島さんだっけ、もうすごい、ね、この子たちが来てさ、本当は戦おうとしたんだよってところも、なんかそのストーリーちょっと忘れちゃったけどどんな感じであれあったか忘れちゃったけど、でもなんかそういうのってやっぱなんか起きないと、なんかあれですよね、あの何言おうとしたか忘れちゃった、で捕まったんだよね、なんだっけ、何で捕まっちゃったんだっけ、確かに日の丸美香が夜明けまで舞い続ける理由、確かにね、確かに無惨を倒すためだったんだね、鬼を殴り続けたけど朝に鬼がいなくて、え、なんでだっけ、ね、鬼を生きた人たちが生き様、本当だよね、育ててきた孤児が全身の上限の鬼にやられたんだっけ、この字は説明できなきゃ、え、そうだっけ、マジで覚えてない、あ、みんな殺されちゃったんだっけ、みんな殺されちゃって、子供がみんなこそ殺されちゃったんだっけ、で一人だけが生き残って、その子がこいつが殺しましたみたいなこと言ったんだっけ、姫島さんが送ったの、女の子が鬼を人人、そうかそうかそうか、あ、うまく話せなくてね、あ、そういうことね、うん、え、でも子供たちは次の日言おうとしてたって、何を言おうとしてたの、そういうこと？生き残った人が、え、あのこいつが殺しましたって言った子があれになったの？善逸のあの兄みたいな、鬼の上限の鬼の人？姫島さん悪くないって言おうとして。大学を追い出したり、待って、ごめん、読み直すわ読み直した方がいいね、これは絵を見ないと分かんなそう、ありがとう、みんな力を貸してくれてありがとうございます、いや本当に泣けたな、なんかもう無惨の記憶がでかすぎて、もうムザンがでかすぎた今の中に、鬼を引き入れたのが、そうなの、
わあ、終わっちゃったよ。泣いちゃった。もう泣きやみました、だいぶ。もう泣かない。絵画が藤野の文字を書けない。え、何それ、そこら辺いいの？マジで知らないんだけど。あれかな？なんで知らないんだ？前日の兄が鬼を招き入れて姫島さんが、ちなみに外閣は命乞いして鬼、ああ、それは覚えてる、なんか覚えてる覚えてる、なんか覚えてますよ。あ、こぼれ話あったね。なんかもういいの、次読みたくて飛ばしちゃった。あったあったあった、絶対そこ読もうかな次。あったね、あったね。意外でも読む、意外でも読む。あ、そうなんだ、見てみます。全部にあるそれ、外伝みたいなの。飛ばしちゃったなんかもう次読みたすぎて。意外と大事なんだよね、いろいろわかるからまた二度楽しめるね。ね、読み直したいと思います。あー、でも本当にいい映画だった。あ、映画じゃない、漫画。なんかもうなのは漫画を読むのも初めてで、こう少年漫画をね読むのも初めてで、なんか本当に鬼滅、鬼滅出た、鬼滅みたいな、この1年前の私ね、また鬼滅じゃんみたいな、みんな鬼滅の話しかしない、何鬼滅ってって思ってたんですけど、この1年越しにそのアニメを見てハマって、めちゃくちゃなんだこの面白いアニメはとなり、そして漫画を読み、漫画は読めないよなと思う、少年漫画むずいしみたいな思ってたら、すごく面白くて止まんないし、なんかまさか自分がこんなにハマるとは思わなかったので、なんか自分が知らない世界にももっとこんなに面白いことがあると思うと、こんなに面白いことがあったと思うと、なんかすごいやっぱもったいない生き方をしてたなと思うので、なんか何それと思うよりも、なんか何それやってみたいっていう気持ちでこれからは行きたいなって思います。ね、1年前のイノノに教えてあげたい。みんなが流行ってる時に見てれば、でもみんなが流行ってる時に、みんなが流行ってる時に私が見てたらネタバレしたらみんなキレるじゃん。だからこの1年後にね、これネタバレをすることで、これネタバレすることでみんな知ってるから罪悪感を感じないんですそう、罪悪感はあんまり感じないので、だから今だから私はこうやってショールームとかできたりツイートできたりしたので、なんかそこら辺はなんか時期が良かったなって思いますでもしね、まだ読んでない方がいたら、これでね、またみんななんかちょっとでも気になって読んでみたいなと思ってくれたらいいなと思いますし、自分まだ鬼滅デビューしてないなら本当にした方がいい。こんなに泣ける漫画初めてな、漫画で泣いたの本当に。いいと思います。でもやっぱりもうみんな大好き、なんかみんな大好き、箱推しです。無惨以外、鬼以外みんな箱推しです。私は鬼殺隊箱推し、鬼殺隊箱推し。
終わり方納得した。まあえでもあれで、まあ、炭治郎が亡くなってたらいいなのは本当に炭治郎ロスすごかったと思うし、でも炭治郎が鬼になってなかったらまたこのなんていうハラハラ感とかなかったと思うから、私はすごい納得だけど、あの続きが気になる。でも鬼滅はそういう少女漫画みたいなラブストーリーじゃないと思うし、だからきっとああいう終わり方でいいんじゃないかなと思います。なんか鬼がいなくなったっていう終わり方で、赤座は確かにね過去が過去だもんね。ネズコとね善逸は多分この後どうなるのかなと、俺とネズコちゃんはどうなるのもやもやとはしてると思うんですけど思うんですけど、まあ今のは結構ラブストーリーとか見たいけどでも少年漫画が求めてるかって言ったら多分そんな求めてないから、だから全然私はなんか想像ができるしね。続きあるんだ。えでも絶対さ、絶対カロオと炭治郎なんかいい感じだったの最後、なんか花咲かせて優しいみたいなこと炭治郎言ってたから、なんかさ絶対好きやんみたいな、なんか絶対ちょっといい感じやん二人ともみたいな感じだし、伊之助と葵がワンチャンあるよね。でもちゃんとなんかみんな相手がいて、なんかあみんな相手いるんだみたいな、ふーんみたいないいやギウいるしみたいな感じですね。唯一ギウがフリーなので、ね、面白いのたくさんあるけど、もうとりあえず今は鬼滅で頭いっぱいすぎて、今すぐは多分他のアニメに移れなさそう。ゆうしろう？ゆうしろうもいいやつだけど、あの人はもう玉屋様のことしか頭いないもん。え、ゆうは残り物なんかじゃないから。やめてよ。ゆうは残り物なんかじゃなくてね。ゆうは自ら一人なの。恋愛もする暇なんてなかったんです、サビトがいたから。過去にコインで決める？よかった。じゃあひなのもここにある財布から決めたいと思います。何のコイン？じゃあ牛この10円玉にするね。じゃんこっち側、お城が書いてある方がどっちがいい？裏かな？お城が書いてある方が裏？ちょっとこれここに置こう。お城が書いてある方があれか表か。お城が書いてある方が表で10が裏ね。え、どっちどっち？お城表ね。で表になったらひなのとぎゆは結ばれる。そうしよう。じゃあお城が出たらひなのとぎゆで、この10が出たらあれ10の方になったらもう失恋いきます。あれ掴んだ？うん、ない。あともう一回もう一回いきます。せーの、はい。携帯飛んだ。あってね、見えちゃったからもう一回やっていい？ちょっと携帯ぶっ飛んじゃった。ちょっともう一回いくね。もう一回もう一回いきます。せーの、はい。え、なんか上手にできないわ、カナオみたいに。事故ったね。いきます。せーの、はい。ね、待って無理かもしれないなの。じゃあ自分のね、自分の膝に置いてるんよ今。自分
の膝に置いてるから、ごめんね、みんなちょっと迷惑かけて。待って、もう一回もう一回暴れすぎ、いくよ、ちょっと待って、いくよ、はい、あ、いけた、いくよ、いくよ、いくよ、いきます、せーの。10じゃあ振られた。こんなにやって振られることある、つらっ、ガチか、まあいいや。やば、やばいでしょ、オチがすご、オチすご、なんか違うじゃん、話と違うじゃん普通に。また泣いていい？泣くけど全然。悔しいね。確かに炭治郎は表が出るまでやるんだよ、そんなメンタ持たないよ。炭治郎は表が出るまでやると思うんですけど、私はそんながめつくできないのでここでやめたいと思います。裏でした、つらい、銃裏って言ってたもんね、ひなの、逆って言っとけばよかった。あ、でもね、見てほしいのがあるんです。あ、全部にはないんだけど、え、待って、ひなのね、全部見て、私の鍵キーケースにね、じゃん。見て、ユウと炭治郎があるんです、可愛くない、じゃん、これはギユ、ギユはいつも持ち歩くためにここにいるけど、え、あれなんですよ、なんかめっちゃなんか何が出るか分かんないみたいなやつを、あとね、まだあるよ、これお守りに、お守りにつけた。お守りにねずこと伊之助つけた、伊之助とねずこ、なんかこれはね、なんか袋に入ってて何が出るかわかんないやつ、あと化粧ポーチにあれ品津川と無一郎ついてる。でお守りにキーホルダーつける人いないよね、それはいいのも分かってんだけど、つけるとこなくてつけた。この2つを私は選びました。そう、これはなんか1個いくらだったかな、忘れちゃった、500円ぐらいかな、忘れたけどのやつに何がで、ね、8種類ぐらいあって何が出るか分かんないみたいなやつで、それをその買ってつけました。え、しのぶとかなおの入ってるやつはなかったです。かわいいでしょ、いのすけ、いのすけかわいくない、これキユが一番かわいい、でキユは一番使うキーケースにつけた。で本当はね炭治郎とかも出たんだけど、なんか私の友達の妹が鬼滅大好きなんですよね、鬼滅キッズなんですね。そう、鬼滅キッズの、鬼滅キッズ友達がいるんですよ私。そう、その鬼滅キッズ友達の鬼滅キッズが
私にすごいいろんなものくれたんですよ。すごいいっぱいいろんなものくれたから、そのお返しで炭治郎をあげました。本当ね、炭治郎もつけたかったね。ズコが寂しがると思ったからつけたかったけど、でも猪之助いるからね、諦めました。そう、キメトモであげました。そう、鬼滅姉さん優しいんですよね。すぐあげちゃう人にギフだけはねあげれなかったギフだけはねあげれん、この子だけはあげれないんですね。やっぱり一番お気に入り。でもこれがね多分今のブームが去るじゃないですか。いつかは去った時のこれをどうするかっていうね、もう本当に絶対気まずいんだよな。なんかもう本当に絶対気まずいっていうの分かってる、分かってるから、本当はなんかいろいろやってたんですよ。なんか立てるやつみたいな、なんか飾るやつみたいなのもあったけど、さすがにそこまで行ったらやばいと思って、自分的にね、自分がやばいと思って、そのひなのはすごい冷めやすいからやばいと思って、そうアクリルスタンドみたいなやつは、そう冷静になっちゃってめちゃくちゃそういうの熱しやすく冷めやすいからやばいと思って、そこで買ったらひなの絶対やばいわみたいな思ったからキーホルダーにしました。でも今を楽しんでる、めちゃくちゃマジで。こんなにもキーホルダーだと1,2,3,4,5 5個持ってんだよキーホルダー。天海さんのアクリルスタンドは持っててください絶対にそれとこれとは違うんです、わかりました。違うんですよ、私と違うんです私と鬼滅は違うんです。そこは間違えないでください皆さん。絶対にゲットしてほしいし、絶対に捨てちゃダメ分かった。じゃあひなのも大切にするから、みんなも大切にしてください。ってことで、まあまたね鬼滅の話はすると思うんですけど結局ね、結局また鬼滅の話はすると思うんですけど、とりあえず、まあ、今日は今日はまたこの辺で鬼滅の話は終えて、次はボンバイの話をしようかなと思います。で映画また見に行ったらまた話しますね。で皆さん、ボンバイの方は見ていただけたでしょうか。そう、ボンバイの方では片思いファイナリーとパレオエメラルドと恋落ちフラグかな、その3曲が披露されました。パチ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 。そうですね、音楽番組自体が私は初めてだったので、すごい難しかったですね。そっか、関東民の方は見れないかもしれないですけど、また機会があってね、あったら見てほしいなって思います。サーヤガミさん、かっこいい、嬉しい。サーヤはね、本当にあれこそキッズ友達です。キッズ友達じゃない、そしたら子供友達になっちゃった。鬼滅友達です、鬼滅友です。あれこそめちゃくちゃ映ってた、嬉しい。またみんなの目に留まってくれたら嬉しいなって思います。多分ずっと前から衣装かわいいよね、今のも好き。
本当は好きだったんだろう。ね、ぜひ宣伝してください。やってますよって、青み出てますっていうことをね、たくさん宣伝してください。なの可愛すぎた、そう嬉しい、照れてる、照れてる。そうですね、何が最初は片思いファイナリーかな。片思いファイナリーはツアーとかでやったことがあったりとかしたので、すごい片思いファイナリーはすごい私も大好きです。かっこよくて、片思いここでファイナリー、ジュッジュッジュッチュン。レナさんのポジションをやらせていただいて、すごい光栄でございます、光栄でございます。そして祝酒会4時半ばよろしく、ありがとうね、よろしくお願いします。そしてパレオはエメラルドは須田さんのポジションをやらせていただいて、珍しい魚をやらせていただきました。珍しい魚も、そうだからね、ぜひトーク会に来れる方は鬼滅の話と青海の近況報告の話をできたらいいなって思います。バズリズムの方はもう出てるんですか、告知が。あ、そう、ウィナルンさんとねこれやりました、違うね。そう、バズリズムさんの方にも出させていただいて光栄でございます。本当に光栄です。本当告知出てました、そう、歌番組に出させていただきます。バズリズムさんは本当に、うん、見てください。東京の方でも見れるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ見てください。ね、東京見れるよね、なのでぜひ東京の方で見てくださると嬉しいです、ね、こういうチフラグもフルで見たのは皆さんダンスを初めてじゃないですか。さりげなく優しくする自分に我ながら驚いた、まさかそんな子大阪見れないの、でも YouTube の方にバンバインさんのでフル載ってるので、ぜひそちらの方もチェックお願いします。リナのもダンス大好きなの、こよちフラグの。熊崎さんは、熊さんはすごい親切で、私の分からなかったこととか教えてくれたりとか、すごい一緒にいさせていただく時間が多くなったので、熊さんとは。そうだからすごいたくさん普通に世間話とかしてお話ししてます。あ、そう、スパさんの方でもその須田さんとあかりさんとゆりなさんでね、表紙をやらせていただいていて、本当にめったにないことなので、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
家族は買ってましたね、もう家に帰ったらスパもありましたね。そう、すごい雑誌の方にも取材していただいて、たくさんあって嬉しいでございます。ね、ブラックパールのその表紙もブブカさんの方であるんですけど、それもすごい人気で、すごいもうすぐ完売しそうな勢いという情報が入っていたので、ぜひぜひブブカさんの方もゲットしてほしいですし、スパさんをね買うのを忘れたって方はぜひぜひ、まだまだ売ってると思いますので、セブンでも売ってると思いますけど、全然コンビニとか、あそこに売ってるんだろう、本屋さんとかでゲットしてみてくれたら嬉しいです。私って今何分やりました？わかる人、わかる人いますか？あ、もう53分、もうすぐで、じゃあ1時間になったらやめようかな。また今日は40分ぐらい鬼滅の話してたのかなショールームの半分以上鬼滅の話をさせて、逆になんかそんなに鬼滅語れる鬼滅もすごいなと思いますけどね。本当に最近告知がねたくさんさせていただいて本当にありがたいですね。そう、昨日は S 公演にも久々出させていただいて光栄でございます。本当にこの辺もねすごい、その私を応援してくださる方がたくさん来てくださって、すごい青のサイリウムも多くてすごい嬉しかったです。鬼滅も仕事も充実してますね本当にありがたいことに。でももう鬼滅ツイートができないですね皆さん。まあするかもしれないですけど、勝手に昨日泣き止みました。でもとりあえず私は一生無惨を許しません。光るマスク不発だった、え、嘘、見ましたよ。なんて書いてあるか見えなかったけど時間が短くて、でもすごかったです、あのマスクありがとうね、見えてましたよ。確かに読み直して気づいたとことかもツイートしたいと思います。ね、あとは映画を見てまた皆さんにね感想を伝えたいと思います。目がめっちゃ乾く。なので皆さんもぜひ鬼滅の刃を見てみてください。映画やばいで3回見たね、鬼滅だって3ヶ月経ってもまだ映画やってるってやばくない？普通に漫画でもない泣いてて大丈夫かないの、なんかもうそれも自分大丈夫そうって思う、めちゃくちゃ漫画に負けたわ、なんか悔しい。普通に押してもいいですか、だと押してください。何で押してくれないんですか鬼滅の話しかしないけどね、アニメ2期も楽しみ、ほんと早くやんないかな、普通に絶対泣いちゃうよ、もうなんか泣いちゃう、もう辛い辛いんですよ普通に、なんか辛い、みんな大好きだから出す、つらいんですそう、だから本当に押すときに押しとけってことはこういうことですねってことで皆さん、押しは押したいときに押しましょう。
え、おとばしえが主役、アニメ2期のひなのの予想は違いますよ。多分あの城の戦いが全部前半後なんか前編後編で多分映画は2回やるんですよ多分ひなのの予想だと。だからどこまでだ、アニメはまあ確かにあそこまでじゃない、多分漁港あの刀、あれどこからかな、城ってどこから始まるっけ、あれだよね、無惨がなんか親方様のとこに会いに行ってよみたいな感じのとこでまでだと思う、アニメは。でそっから映画が2本やると思う。そう、刀の里か分かんないけど、そこはあれだと思う、アニメでやると思う、アニメ、そこまでアニメでやると思います。もういいのアニメ3期までやらない気がする、多分今アニメ映画じゃん、アニメ映画アニメ映画映画で終わりだと思う。なんか最初の多分無惨のシーンで多分結構無惨と上弦の2から無惨のところが後編で、いやでも無惨のとこで後編作れそうだけどね、普通に。だけど城の戦いが結構長いからどうだろうね。いや城のいけるな、多分無惨のだけで後編で前編がその他の城の戦いだと思うと見た。どうね、本当にいいのは鬼滅の仕事がしたいです、本当に鬼滅の仕事をさせてください皆さん鬼滅の仕事がしたい、もうなんかね語りたい、鬼滅を語りたい、なんか普通になんかもう語りたいの、お願い、本当にお願いだわ普通に。あぎゅうたあかざね、そうだったね、もうそういえばそうだったね、赤座そうだったね、赤座のあれもすごい泣けるから、あれは映画ですよね。ミーハーは出るよ、しょうがない、それはそれは出るね、今のはすごい暗記力がないからすぐ忘れちゃうから、浅いとことか絶対バレてもいいんです、別にバレてもいいの、バレてもいいから、とりあえずひなのの思ってることを言いたい。そう、そんなところですかね。とりあえず私は鬼滅の刃が大好きですそう、ひなのが思うのは、そう、刀鍛冶の編がアニメ無限上編で、無惨編が後編なんですよ。映画はじゃアニメが刀のとこまで、あの漁港のとこまでぐらいで、それから前編後編が城の戦いで、前編があれです、他の上弦の鬼を倒してる話で、後編が無惨を倒す戦いで、前編後編だと思います。これが私の推理、この鬼滅のどうなるか、こうなると思いますそんな感じっぽいよね。だってもう無惨とかで1話作れる、もう1映画作れると思う、全然。映画3作なるかな、なんかそれなんかちょくちょくやっちゃうと逆にみたいななんか映画って前編後編とかじゃない、そうだからもう勝手なね推理なんだけど、でもワンチャンそれもあると思います。ひなの第6巻でした、これは。
そう、なかなか良さげな予想でしょ。そう思います、私も。月の呼吸アニメしたら相当かっこいいね。確かにそこら辺とかすごい楽しみです。皆さんめちゃくちゃ強い、うざいよね。わかるわ、わかります。ということで、じゃあそろそろ終わろうかな。じゃあランキングを読みたいと思います。では13位、13位はひなぴよのアイコン、非公式キャラクターの13位の方、ありがとうございます。12位はなんだっけ、なんかアバターの初期アバターのレベル2、ありがとうございます。11位は非公式ひなぴよアイコン夏バージョンサマーバケーション、ありがとうございます。10位は無惨、うん、でも あなたは無惨じゃないいや無惨って言うとちょっと敏感でごめんなさいね。無惨じゃないです、あなたは無惨じゃない、あなたはマジシャンですマジシャン、ありがとうございました。10位のマジシャンの方。9位はカラスはあれですね、カラスはバレて、誰だっけ、無惨にバレて首を切られちゃう子もいますが、あなたは切られない、切られてないカラスだと信じてます、ありがとうございます8位は名探偵の猫ちゃん、ありがとうございます。7位はスノボーのペンギンさん、ありがとうございます。6位はチョコのマカロンで猫もチョコありがとうございますありがとうね。5位はイエイってひよこが2個の赤の旗を持ってイエイってやって楽しそうなひよこちゃん、ありがとうございます。4位はルーカスだっけ、もうほんと、まあ、ルーカスだよね、まあ、わかんない、ルーカスがボートに乗って、ラスカルがボートに乗って船長ごっこをしてる、ちょっと性格が猪之助っぽい方、ありがとうございます。そして3位はすごいあれですね、水の呼吸を使えるアバターの方、ありがとうございます。2位はラスカルがそこでボケてとすごい無茶ぶりをする AD みたいな方、ありがとうございます。と1位はチョコのマカロン食べたらチョコになっちゃった猫ちゃん、ありがとうございます。そしてね、たくさん見に来てくださった皆さん、本当に本当にありがとうございます。楽しかったです。また私のお話を聞きに来てください。ありがとうございました。バイバーイ、また遊びに来てね。ピュン、終わっちゃった。じゃあみんなもごめんね、うちの義勇がバイバイ言うの忘れちゃった。バイバーイバイバーイ、みんなバイバーイ、また続き読みます。じゃあねー、バイバイ、おやすみー。